かわいいでしょう。タンブラーなんか僕はね、毎日使ってます。これで飲む酒は美味しいです。日本在住、女性。これで飲む酒は美味しいです。とのことです。<laughs> 星5中、星7。日本在住、男性。星5中、星7をあげたいぐらいです。とのことです。でも、お高いんでしょうしっかり高いです。受注生産してるんでね。直売店はどこですか工場から発送になりますので、どちらにせよ直売店ですね。そのステッカーはどこに貼ってもいい。勝手ですよ。おへそとか貼れば。 れるなら食洗機対応してますかちょっと怪しいです。普通に剥がれる可能性あります。タンブラーって付けで注文って可能でしょうかあ、無理ですね。ごめんなさい。タンブラーってコップですかん、そ、もう、それはもう、調べろよ。あ、どこで買いますかあ、スズリです。タンブラーって一、あ、タンブラー一種類です。質問いいですか何ですか人参は好きですかいや好きでも嫌いでもないです。お前心汚れてます。う、ひどいです。タンブラーに入れた飲み物は美味しくなりますか結論、美味しくなります。口コミいただきました。タンブラーでお酒を飲むと美味しいですと、いただきましたので。これはもう実証済みです。はい。 値段はいつ出てきますかまあ受注生産なんでね、ちょっと高いですけどね。ステッカーがですね、732円。ッキーがですね、1329円。タンブラーが3322円ということでね。3322円って何円ですかあー、バカなんですかぴったり出せないです。ぴったり出す必要ないです。お釣り来ます。商品券とかじゃないんで。 支払い。大きいのしかないです。あ、お釣り出ます。お釣りいくらですか出した額によります。そこをなんとか。別に平行線ではないです。あなたと平行線の話し合いはしてないです。寄り添ってます。どちらかというと僕が。はい。気づいてください。おひねりつけられますかつけられません。 いただけるならいただきたいところですけどもね。工場行けば安くなる。迷惑だと思います。4円まで自由に使える1円玉とかあると助かります。あ、ドンキじゃないです、ここ。お通しはいくら居酒屋じゃないです。おひねりってティップちょっと言い方がだるいです。多分ぴったり出せないです。<laughs> あなただけずっとまっすぐ行ってんね。俺はずっと寄せてんね、んお前に。気づけよ。横見ろよ、お前。なあ。横見ろよ。いいんだよ、俺が。なあ。ぴったり出せない、いいんだって言ってんだよ。お釣り出るっつってずっと。 横見ろよ。僕も横見てました。逆見てんだよ、まあ、じゃあ、横見て気づいてないとしたら、お前逆見てんだよ。こっち見ろよ。俺と目合わせろよ。かっこいい。女の子なら惚れてたと思います。そんな意味で言ってないです。ごめんなさい、男です。あの、口説いてないですだから。聞いてましたかねさっきから聞いてないですよ、あなた。話、人のね。聞いてくださいね。 人の話ね大きさはどれくらいですかまあ、キーホルダーの方から、まずね。本体がですね、5センチぐらいですかねステッカーの方がね、8センチとかですかねごめんなさい、ものに例えると何になりますか例えるより分かりやすいこと言ってるんですよ。住んで表してほしいです。あー、ほとんどの人が伝わらないです。メントスと同じ大きさですか、ね、メントスよりは全然でかいです。メントスと同じ大きさで来るかなと思ってたらびっくりすると思いますよ。5センチ分かりにくいです。だとしたら、君は、あの、 ここを通い直した方がいいですヤードで表してだから誰も伝わらないですねスカイツリーと同じ大きさなんです聞いてましたかあなたスカイツリーの大きさ知ってますかタンブラーも5センチだとほんの少しだけ困りますああほんの少しで済むのがすごいですね逆にタンブラーの高さですね10センチちょいですねまあ飲み口の直径9センチぐらいですかねもうちょっと長くできますかできませんね規格統一されてるんで一、はい、巻は6尺ですか知りません一軒です知らないねじゃあなおさらね1メートルって何フィートですか知らないです。 尺尺で1尺は10寸ですあ、ちょっとわかんないです。グッズって突っ込みしてきますかしないですね。声出ないですね。ランダムですかあ、ランダムじゃないです。選んだやつがちゃんと届きます。ごくまれにサイン付きという可能性はないです。ないです。工場直送です。サイン付きだとありがたかったな。サイン考えてないです。ルルさんついてきますかついてこないです。色違いが届く確率はナンパゼロです。 ただのミスです、それは。レイアみたいに言うてるけど。瑠璃色納税だから返礼金ってと、納税じゃないです。これ納税しても国への納税は免除されません。悪ーのキャラと鎖的なとこって、 別々売ってないです鎖のところ的なところはお前どっかで売ってるかもしれないんでうんそれは勝手に探してください恐れよくて口をつけられないのでストローもつけてジムで買ってくださいルイさんのグッズ全部めっちゃいい写真見るだけでルイさんが足早いのがわかる、うん、どこでですかね走ってないですよねそのグッズはミントの味しますかあのしゃぶらないでくださいタンブラーは粉塵爆破に耐えられますか何するつもりですかね やめていただいていいですかナースで買ったら安くなりますかあ、ならないです。運転してる人誰ですか車乗ってないですか。タンブラーに味噌汁など入れることも可能ですかあ、可能です。保温できますし。はい。 味噌汁入るなら買えですね。<laughs> あの、基準ちょっと変ですけどね。嬉しいですけどね。あ、味噌汁飲みたい。あ、結構刺さってますね、味噌汁。味噌汁は最初から入ってます。入ってないです。困るでしょ。いつ、これは生産された味噌汁だろうってなるでしょ。飲み物のカップも入る。あ、そうなんですよ。実はこれ、スタバのトールサイズのプラスチックのカップあるじゃないですか。あれがすっぽりと、綺麗にはまります。なんで、プラスチックのカップだとかも、保温した状態で飲めたりします。中身がですか中身は入れないでください。そのまま入れられます。コンポタは入りますかあなた次第ですね。 入入れれるか入れないかなないんで何味ですかあなた次第です。すっぽりではなかった場合、汚れた洋服のクリ,クリーニング代はどこに請求したいですか汚さないでください。ハンブラーにスカイツリーは入りませんね。はい。ルイさんが直接手渡しすることはありますかリアルの僕を知ってれば手渡しする可能性もありますけどね。ご飯行こうってう場合はね。ご飯誘いました。あ誘ってないです、ね。ジンギスカンを食べたあ私もジンギスカンを食べたいです。牛タンがいいです。あの、行く 時になっっててから言ってくださいじゃあ予約だけしときますね。日程がわからないです。岐阜まで迎えに来てくれたらご飯おごるよ。行きます。半チャーハン大盛りで。じゃあ普通のチャーハン頼んでください。寿司は何貫届きますかあなた次第です。はい。あなたが何を何貫頼むか次第です。グリルスタンド希望。 あ、そういう希望ね、た、出していただけると、あ、そういうの欲しいんだなっていうことで、こちらもね、出しやすいんでね。野犬軟骨希望です。日ちすぎます。お金希望。あ、元もともこもないです。もうみんなからお金をいただこうとしてるんですね。僕ね、今ね、グッズによってね。うん、すいませんけどね。食べかけの飴やる。汚いですね。ルリさんの爪、詰め合わせ希望。希望すな、そうなの。いざ届いたら怖いやろ。お母さんの料理のレシピとか売ってもらえませんかどこに需要あんねん、お前。ポスターありますかあ、見ての通りです。ないです。ルリさんのボイスはいつでるんですかあ、出さないです。チェキはあります あないですね、チェキは。顔出ししてないんで、チョキはまだですかじゃんけんしてないですね。ごめんなさい。もう一度最初からお願いします。お帰りください。1周年のグッズ最高。まだ出てないです。本当にツッコミとかうまいっすね。じゃあ、グッズの話しますかずっとしてます。グッズの説明お願いします。散々しました。この後何します寝ますね。なぜ寝るんですか人だからです。